ギーセン群は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ギー占領制管区に属するんである。ギーセン群の中心部分はギーセン盆地から、南はベッテラウの北部にかけて広がっている。しかし面積から見た、大部分、東半分はホルダー・ホーゲルスベルクにあたり、東部全体がホーゲルスベルク山地に属す。さらに、ギーセン盆地の北西は、 軍域の広い場所から望むことができるデュースベルクを含むクロフドルフ系ニフィスベルクの森という形でグラーデンバッフハベルクラントの一部を成している。軍の南西部はヒンタータウンスの東部にまで及ぶ。ラーン川は北部のオーデンハウゼン付近で軍域に入り、ギーセンを南に向かって流れる。同市内で流れを西に変え、わずか数キロメートルで本軍を再び離れて流れ去る。本軍は 北から時計回りに以下の軍と境を接するマールブルクビーデンコップフ軍、ホーゲルスベルク軍、ベッテラン軍、ラーアンリル軍。現在の軍域は1800年以前は数多くの両方に分割されていた。その中ではヘッセンダルムシュタットハクとゾルムスクが大きな部分を占めていた。小さな一部にはナッサウ港に属した部分もあった。 1806年の陪審化によって、ゾルムス伯領は新たに創設されたヘッセン、大公領になった。ナッサウの所領は、1815年のウィーン会議によって、プロイセンのベッツラー軍に編入された。1821年に、オーバーヘッセン州内に、ギー選権が設けられた。この権は、1832年から、ギー選軍という名称で呼ばれるようになったが、 歴史と共とにその領域は何度も変更された。広島戦争後の1866年以降、ラーン川より西の地域はほぼ完全にプロイ占領となった。1939年にギー戦士が軍から分離され、軍独立士となった。1977年1月1日に軍独立士のギー戦士、ベッツラー氏と周辺の14町村が、 大都市ラーン氏として合併した。軍独立市の地位は保持された。同時に、ギーセン軍、ディル軍、ベッツラー軍が合併して新たに、ラーンディル軍が成立した。この新しい軍の軍行政は、新たに創設された、軍独立市ラーン氏に置かれた。しかし、住民側からの激しい抵抗のために、この地域再編作は、一部撤回された。 1979年8月1日に、この撤回策が発行し、ラーン氏は再び廃止され、ギーセン軍が再度新たに設けられた。ギーセンは、ギーセン軍内のゾンダーシュタートスシュタットとなった。ラーンディル軍は縮小され、やはり再び新たに設けられた、ベッツラー氏も、軍所属氏となった。これ以後、ギーセン軍には18市町村が含まれている。2009年に、 軍役場は、ギーセンの内市街から、郊外の市区に移転した。キューバルト兵舎で後に、アメリカ陸軍のリバース兵舎となったリヒャー通り沿いのオートマイルの建物に、軍行政機能の大部分が入居している。2016年3月6日、軍議会選挙結果を以下の表に示す。軍議会議長は、カール・ハインツ・フンクである。2009年6月7日の直接選挙で、 当時の専任副軍長、ジークフリート・フリッケは、軍長候補として、アニータ・シュナイダーと対戦した。第1回目の投票で、有効投票数8万23 232票のうち、4万4002票が、シュナイダー2万6230票がフリッケであった。投票率は、約42%であった。アニータ・シュナイダーは、2010年1月21日から、 軍長に就任した。2015年6月14日の軍長選挙で、アニータ・シュナイダーは62.1%の票を獲得して再選された。この選挙の投票率は30.4%であった。議員選軍が現在の体制となった1979年8月1日以降の軍長を列記する。図柄上下に分割。 上部は銀字に赤い針で構成された三角形。下部は青字に、タウ十字。この紋章は1952年に許可されており、1980年1月14日に新生議選軍での使用が改めて認可された。両の三角形は議選軍で典型的な木組工法である。これは軍と市町村が地方行政の基礎作りに協力することを象徴しても、 いるグリューンベルクに聖アントニース病院兄弟団修道院があったが、その収入は1607年に設立されたギーセン大学に寄贈された。このためギーセン軍はアントニウス十字を紋章に用いている。ギーセン軍は1962年にベルム軍から追われたドイツ系ボヘミア人を受け入れた。軍内を連邦アウトバーン A5 号線 A485 号線。A A485 号線が通っている。A45 号線、ハーナウギー線ドルトムント線は、軍域の南西部を横切っている。連邦道 B3 号線、B49 号線、B429 号線、B457 号線を、はじめ多くの連邦道や軍道が軍内を結んでいる。ギー線駅鉄道については、フランクフルトからカッセルに向かうマインベーザー鉄道が、 軍を南北に貫き結んでいる。IC の列車が2時間ごとに D 線を発着する。さらに全部で4本の支線が分岐している。D 線から東に向かうホーゲルスベルク鉄道はブーゼック、ライスキルヒエン、グリューンベルクを経由してフルダに向かう。D 線から南東に分岐するラーン・キンチヒ鉄道はポールハイム、リヒ、フンゲンを経てゲルンハウゼンに至る。 北西に向かうレギオナルエクスプレスは、ベッツラー、ヘルボルン、ディレンブルクを通って、アーヘンへ行く。この鉄道とベッツラーまで、共通の路線を使っているローカル線は、バイルブルク、リムブルク、アンデアラーンといった、ラーン川下流の谷を抜け、コブレンツ方面に続いている。これらの交通経営は、様々な会社が行っているが、運行については、ラインマイン交通連盟に委託している。 これに対して、貨物鉄道の運行拠点は、ブーゼック、ギーセン、オイローパフィールテル、ギーセン貨物駅及び、ルムガタール鉄道沿いのシュタウフェンベルクマインツラーである。ロラー駅13番線の民間積みにホームは、残ってはいるものの、使用されていない。市町村、ありがとうございます。